はい、タックル紹介です。はい、はい、私が一番結構メインで使うのがリボルテージの、うん、68の MH、はい、に、前は SLX のハイギアつけてたんですけど、それをちょっと巻物に回したので、あのバンタムのハイギアですねにフロロの16ポンドを、巻いて、内物専用機みたいな、結構カバーとかはこれで、結構カバー打ちが私は好きなのでメインはこれを使ってます。霞でメインになりやすいし、暴走でも結構どこでも。なるほど。 3.5 のテキサスとかも私これでやっちゃうんです。あ、そうなんだ、はい、へえ。結構ティップは結構入りやすい感じ。ティップは結構入ります。結構入る。ああ、本当だ。使いやすそうなさ。そうなんです。で、バットがヘビーなんですよ。うん。リボルテージの竿って確かどの番手もバットが確かヘビーだった気がする。結構しっかりしてるけどティップはよく入るんで、カバー打ちでメインで使ってます。いや、一木さんおすすめの一本。これはおすすめですね。リボルテージの MH はすごい使いやすいです。なるほど。はい、はい、じゃあお次は、次が巻き、巻きで使うのがロッドがメジャークラフトのデイズの、それが66の M だったかな、 66の M です。で、もともとそのリボルテージにつけてた SLX のハイギアを、これ今まだ巻き替えてないんで14ポンド、うんうんうん、いずれ12にしようかなっていう、フロロの12に。もうそろそろ限界来てる巻き替え時かなっていう。これは巻き物、巻きです。あとはなんだろう、なんだっけ、ミノーだ、ミノー、はい、ミノーとかもこれで巻いたりしてます。最近、去年私あのワームばっかりだったんですけど、最近フラグも始めまして。あ、本当だ。どうですか、スピナーベイトもいけそう。あ、いけますいけます、うん、スピナーベ8分の3ぐらいだったら全然、うん、いけます。いい竿だね。そう、だ SLX がめっちゃあの飛ぶんですよ。うん、飛距離が出やすいので巻物にはいいですね。なるほど。引きしてますね。ギア比はいくつですか。これハイギア7対2です。うん、ハイギアです。ハイギア MGL ですね。はい、これはもうコスパ最強タックルです。うんうんうん。トータルどれぐらいで買えるものなんですか。3万いかないです。あ、3万で揃えられる。3万で揃えられる。はぁ、 SLX が私12,600円ぐらいで、うんうん、ブンブンで買って、ブソブソでブソブソで買って、うん、デイズが、あ、これはデイズは中古で、うん、確か7,000円とか、うーん、一番感で。そうなんだ、すごいな。そう、安い。でもいいサウンドだね。2万で揃ってるんですよね。うん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 、めっちゃコスパいいし。コスパいいね。そうなんですよ。はい。続きまして、はい、ビッグベイト。ビッグベイト。今ね、アユクロンついてるんですけど、うん、あのタックルが、うん、ロッドが70の H。70H。はい、のバンタムと、リールが SLX のノーマルギアです。もともとボラコン用で、うん、あのセッティングしたので、アユクロンとはちょっと若干相性悪いリールではあるんですけど、うん、まあ無理やり使ってます、うん、でナイロンの、20ポンド、まあ、ボラコンタックルとして組んだって感じかな。そうです、そうです。ただそう、強いあのタックルがこれしかないので、うん、ベイトはもう無理やりこれで。なるほど。まあ、リールのギア比変えればなんとか。そうですね。なかなか16ポンドでやる勇気はないなっていう感じ。今アユクロンはちょっと 0.9 のネイルシーク入れて、1期チューンです。1期チューンです。
ちょっとグレネードシンカーだと沈みすぎたんで、うん、ネイルにしました。なるほど、うん、こうするとなんかこう良さが出るんですか？なんかあのちょっと頭が浮き気味だったんで、うんうん、それを水平にしたかったんで、なるほど、ネイルを入れて、まあ、水平ゆっくり水平フォールしていく。うん、あんまりステイしすぎると足とか引っかかっちゃいます。うん、次ですね、はい、次が、ベイトフィネスホーネットスティンガーのアブのサオ。アブです。これ評判いいサオですよね。これ私最近これも中古で買って、うん、まだそこまであの使ってないんですけど、うん、めっちゃ使いやすいです、うん、すごく評判いいですよ、このサオ。 L か L のベイトフィネスか ML のベイトフィネスかですごい迷って、うん、でもカバーとかね、カバー猫とかやりたかったんで、うん、ML にしました。で、もともと巻きで使ってたアルデバランの MGL に今8ポンド無理やり巻いてます。グロロですね。で、まあ、ハイパーオマタ、この間暴走で、暴走でなんかボコったらしいです、ね、ボコりまあでも30弱が、うん、いやいいじゃないですか。これカラーもこの色。あ、カラーはその時はブラックでした。ブラック、まあカスミもブラックいいんですよね。あ、ブラックすごいする。そうですよね。なんか玉ねぎの間とか石積みの中とか。これ今何だっけ？エビ味噌。味噌掘りっていう。味噌掘り。いいですね。これもベイトフィネス専用竿。あ、そうです。ベイトフィネス専用の竿です。まあ、この4機種が。だいたい石木さんが使ってる。そうですね、今あとは、まあ、スピニングですねちょっと今日は置いてきたんですけど、うん、スピニングは霞で釣りすんならこれだ、これだスピニングは夏かな。あの私スプリットショットめっちゃ好きなんですよ。それやるときはスピニング持ってきますけど、うん、今日はボートだったんで持ってきてないです。はい、おー、いいですね。じゃあ、かっこいい。SLX お気に入り。うん、以上が最近の一気のタックル事情でした。ありがとうございます。